はい、どうも、ティカです。今年は年内チャンネル登録者数1000人を目標に頑張っていますので、今回の動画がいいなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今回は、阪神版の城島健司選手初勝利屋台やっていきたいと思います。いやー、去年ね、ソフトバンク版の城島さんを年末年始に累計だったんですが、今年はね、まあ累計で出せなくてね、でまあランキング走って獲得しました。で、この後ね、レベルマックスに上げて極みまでね、持っていきたいなと思います。で、今回ね、多分迷ってる方としてはね、プルヒッターをつけるかどうかっていうところをね迷ってる方が多いと思うんで、まずはプルヒッターをつけていない状態でねリアタイをやって、その後ねプルヒッターをつけてリアタイにやっていきたいなと思います。で、個人的にね今ねファーストにはバース使ってるんですが、バースがねゲットできる前はこちらのねマルテ選手、はい、このねマルテ選手使っててねプルヒッターね上げてたんですが、全然ね流しとかはまあライン際に飛んだやつはね結構ファールゾーンにね飛んでいっちゃったりはして、まあそれをね嫌がる方もいると思うんでね、プルヒッターはね迷う方がね多いと思うんですが、現環境的にはちょっと弱いですが、まあつけてもねいいのかなとは思いますね。で、特にね城島選手は今回ねパワーヒッターでパワーが上がって、でプルヒッターでもねパワーが上がるんで、まあプルヒッターはねパワー上げる特殊能力なんで、まあ別にねつけてもいいのかなと思いますね。まあ流しでポール際によくねホームランとかヒットとか飛ばせようっていう方はつけない方がいいのかもしれません。それではね特訓とレベルの方上げて極みに持っていきたいなと思います。はい、というわけでね、まずは去年あってたね、城島選手の方を、継承していきたいなと思います。まあ、一応ね、継承という形にはなっています。まあ、一応ね、特殊能力としては、ソフトバンク版の方が固め打ちなんでね、まあ、強くて、保守適性もね、一応特殊で A に乗せることができます。それではソフトバンク版のね、城島さん継承していきたいなと思います。で、まあ、これのね、メリットとしては、継承なんでね、コインが特にね、必要ありません。というわけでやっていきましょう。まあ、特にね特殊能力とかを上げてなかったんで問題ありません。というわけでいきましょう。さあこれでね、城島さんが超4になりますと、さあそしてね、今2月に、ね、なったんで限界突破コーチをね交換することができたんで1枚しか持ってないですが、これを使って極みにしたいなと思います。極みじゃないね、まだ超5やね、超5にしたいなと思います。というわけでこれで超5になりましたね。で、さあそしたらねきっとストック経験値の方を使って極めに持っていきたいなと思います。ほいっと、はい、というわけでね極みにすることができました。で、城島選手ねミート79パワー80なんで、まあ称号決めれるのが一番いいんですが、まあこれ以上ね A ランクとかね限界突破コーチがないんで、まあここはねまあ我慢しようかなと思います。で、今回は城島さんねキャッチャーで2番で使っていきたいなと思います。普段はねここに田淵さんが入っていて、2番はね金本さんやったかな、金本さんにして7番に、ね、田淵さん入れてるんですが、今回はまあ初勝利屋台というところでねこの城島さんをまあ背番号にねちなんでっていうわけでもないですけど、マッチなんでね、まあ2番に入れて使っていきたいなと思います。それではまずはねプルヒッターなしのランク戦やっていきたいなと思います。どうぞ。はい、というわけでね1試合目やってきたんですが、まさかのね旧姓の方と当たって、さらに B ランクの外側選手と当たりました。というわけでねよろしくお願いしますと。さあ、というわけで1番佐藤選手です。久しぶりだな外側さん、変化量マイナス1はね OK ですと。さあどうしようかな、弱点をつくことができるんでしょうか。とりあえずこれはヒットになるやろ。 OK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 。 さあいきなりねランナーがいる状態で城島さんに回ってきましたと。城島さん何も出んかったね。キャッチャーはこれ古田さんかな、 OK ですと。いやこれな流したいんやけどな、うーん、まあプルヒッターなしとありでねっていうのがあるんで、オッケー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 。いやちょっとな、外角とかにストレート投げてくれたら嬉しいんやけど、さすがに来ないか。それストライクか、マジか。オッケーオッケー、ツーストライクね。アップなーい、ストライク入ってきたね、よかった。振ってさあ、いや引っ掛けた、最悪。いやマジか、ここに来て外小さん来ると思ってなかったな。さあどうしようかな、ストレートかな。いやーこれでっかい方かな。結構ね久しぶりなんでね、外小さん出てから初対戦か今回は。2年前にね出た時はね結構対戦したんですけどね、まあ、最近当たってなくて今回ね初対戦なんですが、ホームラン打ちたね、オッケー。いや今のねなんとか合わせれたね。まあでもねランク戦やから合わせれるんかな、超高速とか多分今のね合わせれない気がするんで。神様、うん、やっぱ強いね久しぶりに当たると。いやこれね振っちゃうよね、結構ね今振りに引っ掛けた、危ない危ない。
で同じぐらいのとこからね、もう一個のこれが来るとね、また振っちゃうんよね。振っちゃうか見逃し三振するんよね、ツーストライクから来ると。よいしょ、オッケー。いやーなんとか打ててるけど、まあ2年前はね結構ね苦しめられた、ね、全然ヒット打てんかった覚えがあるから、ね、さあサンズ、危ない危ない、え何出た、何も出てないんかい。いやーレフトライナー。さあというわけでね、こっちのねピッチャーは岩田さんですと。いやー本当はね、城島さんのところ以外はカットしようかなと思ってたんですが、旧姓やし、外側さんやしっていうところでね、まあ、乗せてますと。さあ、旧姓相手に岩田さんがどこまで通用するかな。あー、まい。うわ、ファウルか。よいしょ。さあ、このフォークはどうや。振るか、振らんか。ムービング。ムービングね、まあ、赤堀さんほどね、変化量はないんですが、見逃し三振取れましたね。ラッキーラッキー。さあ、2番のりさん、怖い。怖すぎ。さあ、岩田さんと城島さんのバッテリーですと。いやー、ファールか。よかった。ちょっとフェアかと思って一瞬。岩田さんと城島さんはあれか、バッテリー組んだことあるかな。2010年とかにね、城島さん、阪神にいたんで、組んだことあるね。うん。多分。まあ、岩田さんが一軍で投げて、いれば組んだことあるね。さあ2ボール2ストライクと。いやー振らんねー、さすが球星。いいよ、いしょ、甘めにいったのはどうや。近本さんナイスと思ったら弾いた。マジか、まあまあしゃあないな、今の追いついただけでもすごいわ。いやあれ新庄さんやったら多分スライディングなしで取ってるんやろなっていうところで、 OB 第5弾新庄さん来たら絶対取りたいな。いやあとね、 OB が1回来るか2回来るかってとこですがね、近本さんナイス。いやーもうね、新庄さん来たら欲しいなっていう感じですね。さすがにね、今年ね OB で来た場合は次ね、今度の TS で日本ハムで来ちゃうと思うんでね。でまあ実際日本ハムじゃないわ、今回の OB で来なければ、まあ次がね阪神で TS 来るんかなっていう感じですかね。というわけでね、ヒット打たれたんでワンアウト1塁、いやーツーアウト1、2塁と。いやー、うまっ。やばいやばいやばい。とりあえずフォークで、あー、ちょっと高い。高い、高い。めっちゃ高い。危なー、よかったー。スラーブ、これ引っ掛けてくれへんかなー。怖っ。スクリューを低め。ちょっと低すぎるかも。低すぎたやつやね。近本さん、取って、お願い、ナイスー。いやー、よかった。岩田さんで救世やったかな。0点に抑えれましたね。というわけで、兄貴です。兄貴7番に入ったよね、確か今回。ということは、2人出したら、城島戦もあるから、さあ出せるかな。やばいやばい、今のボールか。ボールかな。今、カーソル青かったからボールやと思うんやけど。いやー、入らんか。しゃあないね。OK、ツーベース。さあ、あと1人かな。あと1人出れば、ゲッツーがなければ城島戦もあるね。お、変えるか、外小馬さん。OK。いやー、久しぶりね、外小馬さんと戦ったけどね、やっぱ厄介やね。宮西さん。これはカトコの宮西さんか。あ、あれか。シリーズ1の方ね。シリーズ1の方ね。ってことはカトコなしと。さあ、超大ピンチ出たけど、どうしようかな。まあいいや。新塁打で。オッケーオッケー、ワンアウト三塁と。さあ、タイピンチは消えたからどうするかな、変えるかな、変えないかな、変えなそうやね。さあ、何投げてくるかな、まあ、スラーブ系やとは思うんやけど。あー、そこストライクあるか、オッケーオッケー。さあ、あと一人出してね、城島さんに回したいところやね。危なー、一瞬振りかけたな。でっかい方やったら、この辺やったんで。ねー、やったー。まあまあまあ、1点入った。いや、でもあと一人出ないな、回らんねんな。オッケー、テル君全出し。変化量マイナス1。さあ、どうなる、さあ、どうなる、どうなる。オッケー、危なー、ライトライナーになるとこだったけど、なんとか城島さんに回ったね。また特殊能力なしと。さあ外角こやんかな、城島さん。まあミニバッターやったらその変化量でっかい方でね、入れてくるよね。外角来てほしいんやけどな、ストレートとかが。来ないね。まあさすがにインコースに来るかな。いやーマジか、行ってもよかったなこれ流しに。いやでもギリギリインコースか。うわー、それはちょっと打てんかったな。さあというわけで、ね、2回裏抑えていきたいなと思いますと。抑えれっかな、3点で。いやーうまい。ちょ、岩田さん変えるか、ここで。ちょ変えようか、早めの系統いこう。3点あるけどちょっときついな。これ多分代打来るからちょっと待ちましょう。さあ外来たよ、外。外か、どうしようかな、誰行こうかな、ピッチャー。誰でしたっけ。まあ対ピンチはいいから、藤川さん行こうか、とりあえずね、藤川さん行きましょう。シャー、喜んでますね藤川さんで。さあどうしよう、スプリット。
まあ、ここホームラン打たれたら交代かな。さすがにちょっとね1点差になっちゃうんで、打てる方かな、打てる方の可能性もあるんよな藤川さんを。この辺でカーブ、いやーフランカー、そしたらツーシームをインコース、これ待ってっかな、待ってたね。でもこれゲッツーになるんちゃう、でかい、これはでかいよ。さあツーアウトになったんで藤川さん高めに行きましょう。あーボールか、まあまあまあ、そしたらツーシームをアウトローにズバッとインコース入ってきたけど、ファーストゴロ、ありがとうございました。はい、というわけで2試合目の方やってきました。まさかの2試合目阪神純正来ました、よろしくお願いします。しかも相手のピッチャーね青柳さんでしたね、ベストラインタイトルホルダーで。まあね、あのほんまは1試合ずつね、城島さん使おうかなと思ってたんですが、まあちょっとね急性の方と当たったっていうところで、まあもう1回ねプレヒッターつけずに、城島さん来てみましたというわけで、1番新庄さんね、まあもしかしたらねバッターの方はカットしてるかもしれません。はい、というわけでね攻撃の方やってきました。まあおそらくね、ピッチングの方はカットしていると思います。というわけで1番佐藤選手です。青柳選手な、この写真欲しかったんやな。でもねまあ累計では出んかったんで、まあしゃあないかなっていう感じですね。一応ねこの青柳選手以外はね今まで出てる青柳選手ですらコンプしてただけにねちょっと悔しいんですが、まあちょっとねエナジーの都合上仕方ないかなっていう感じです。というわけでこれにヒットなるね、まあちょっとボール球やった気もするけど、まあまあまあいいでしょう。というわけで OK、 やっとプルヒッター出たね。79-89番、ちなみに第3で第2特殊能力のね保守はまあリアタイでのね使用的な感じで言うといいかなと思って掘ってきました。 OK、 ライト前ヒット、まあちょっとねボールゲームでしたが、まあまあまあ今のでもね、まあライト前ヒットになるというところでね、まあもうちょっと綺麗なね流し打ちできたらよかったんですが、まあしゃあないですね。というわけで3番バースですと、いやー青柳さんね、で今第2弾でね、マルテと、ね、中野くん出てますが、皆さんどうされますかね。いやーマルテの写真がねめちゃめちゃかっこよくてねほんま欲しいんですが、まあこの段階でちょっと累計はねまだ終わってないんですが、もしかしたらね累計の方がねさっき終わってね開封してるかもしれないんですが、いやーほんまにねマルテのラパンパラの写真はねベストラインですしね、ベストライン出るのがね阪神2015年、プロスピリリース初年度以来なんでね、いやーほんまにね欲しいんですが、まあ累計で、ね、出なければちょっとねまあ残念でねスルーしようかなと思ってます。まあこの後ね OB5 段ないしは下手したらね6段まで来る可能性もあるかなっていうところを考えるとね、まあちょっとエナジーでね引いてちょっとねマルテのラパンパラ取りに行くよりはエナジーをねランキングの方に回した方がいいかなっていう感じなんで、まあ累計でなければ、今回はスルーしようかなと思ってます。というわけで4番掛布さんです。さあヒット打てるかホームランになるか三振かどれや。オッケーボールやね、いいね。いやー掛布さんもねほんまに今回ね今年初めて取ったんですけどね、ほんま打ちやすくて、ね、もう重宝してますね。いやーストライクかオッケーオッケー、ツースリーノアとかオッケー、ゲッツー取られるんですよ。セカンド山田さんか、なるほどな。うーんセカンドな、変に飛ばしたらゲッツー取られるけどボールオッケー、ナイス。さあノアと満塁で岡田さんです。ここホームラン出たあれやね、コールだよね。いやーまあでもちょっと岡田さんで、ね、ホームラン打つの苦手なんで、まあヒットね狙っていきたいなと思います。マストボール、オッケー。おー、岩崎さん出てきたね。タイピンチ付きの岩崎さんかな。あー、高かったね。タイピンチは持ってないかな。あー、レベル1っていう感じか。なるほどね。オッケー。岩崎さんね、やっぱね、ちょっとリアルやとね、結構強い方なんですけどね。まあ、プロスピというゲームにおいてはね、どうしてもちょっと球種的な話でかね、絡んできちゃうんでね。まあでもね、岩崎さんもね、スラーブを重く使えばね、打ちにくい投手だと思うんでね、まあ、タイピンチが出ればっていう話ですかね。打球上がらんかったね。まあ、そういうこと言った時ほどね、打てないというのがリアタイなんで。まあ、頑張って打ちたいけど、OK! ライトオーバー。何点？あと1点か。OKOK。ここはあと1点取りたいな。おわ、タイピンチ出たね。タイピンチ出たときは、相手のストレートかなと思ったけど違った。お、ストライク。すげえ、ビッタビタ。さあ、2球目は何来るかな。ストレート、ストレート、ストレート。違った。あ、やった。ゲッツーなる、これ。最悪。はい、というわけで、ね、3試合目やってきました。まあ、3試合目もね、上位番さんにプルヒつけずに来てみました。まあ、この声がね、届いてれば使ってると思いますし、まあ、届いてなければ、まあ、この試合はね、カットしてることになると思います。まあ、せやね、まあ、3試合やったんで、まあ、次は、あれ。ブルヒね、つけようかなと思います。まあ、そうやね、1試合目がね、ちょっと、急性やったかな。急性か急定のね、外小林さんと当たったんでね、まあちょっとそこをね、あんまりカットしてないと思うんで、まあそこはちょっと長くなってると思うんで、まあそのね、時間配分自体では、ここはね、カットされてるかなと思います。というわけで、またね、ピッチングの方はカットしたいと思います。はい、というわけでね、1回の表0点に抑えてきました。お相手の先発、藤波投手ですね。これは何かな ?TS かな、アニバかな、どっちやろ、ちょっと見に行きましょうかね。これは TS やね。ということはストレート動くね。OK, OK, ストレート動くわね。ストレート動くツーシームフォークでスローカーブある。藤波さんやね。さっき2試合目で使ったピッチャーですね。
これはライトライナーか、マジか、しゃあないな。さあ城島さん、さあ流せるかな。ライト誰、ライト鈴木、いや結構守備硬いね。さあ外角に来ないか、外角にね行ってほしいんやけど、まあしゃあないかな、流したいんやけど、あーボール突き。さあ3球目、城島さんね、このフォームね好きっすね。やっぱバット上げてね、バット頭の上で持ってるフォームね。さあ2ストライク、いやーマジかー、詰まった。はい、というわけでね、3試合やったんですが、まあ、流し方向はね、ボール球の1球だけだったんですがね、まあそれでもね、外角流して、まあ、ボール球とはいえ、1、2塁間抜けたんでね、まあ流し打ちというところで、まあもしかしたらね、あれプルヒッターつけてたらね、抜けなかったのかなっていうところで、まあ今回はね、まあこの後ね、プルヒッターつけてやっていきたいなと思います。というわけで、レベル5いきましょう。ほい。まあまあまあ、自分はね、リーグもやってるんで、まあ、ね、一応ね、特殊能力は全部上げたいなっていうところなんで、まあ、プルヒッターもね、上げてるっていう感じです。それでは、プルヒッターありの城島さんで、リアタイの方をやっていきたいと思います。はい、というわけでね、プルヒッター1試合目やっていきたいと思います。お相手の先発は、なんとね、千賀さんです。よろしくお願いしますと。いやー、最近千賀さん苦手なんでね、まあまあ、頑張って打ちたいなと思います。まあまあ、逆にね、先行なんでうまくいけば、城島選手に2回回せるっていう感じです。いやー詰まったなー、ツーシームやったなとは思ったけどなー、そして何も出ない、何も出なかったらさっきと変わらない。さあ城島さん、うーん、そこツーシームやったらね、行きたかったな。いやボールか、外角来たから流しちゃったな。まあまあしゃあないしゃあない。うーん、外角にはね投げてくれてるんやけど、いやースリーボールか、よいしょ、これはどうや、超えへんか。まあまあまあ、しゃあないな。いやー、今のがね、プルヒ超えてたらね、もうちょっと曲がって超えたんかなとかね、あるんでね。まあちょっとプルヒはつけたんですが、残念ながらね、ちょっと今回はライトフライでした。打ち上げた。ちょっとずれたね。いやー、千賀さんほんま苦手やな。はい、というわけで、ね、プルヒつけた城島さん2試合目やっていきたいと思います。まあ1試合目はね、結構打たれたんでね。まあ2試合目はまあなんとかライト方向にプルヒ出た状態で流したいですね。というわけでね。まあまた高校なんで、ピッチングはね、カットしますね。さあ、というわけでね、1回の表ね、1点取られちゃったんで、裏でね、追いついていきたいなと思いますが、先発山本投手なんでね、まあ頑張って打ちたいなと思います。エキサイティングっていうことは、強打者なしやね、OK ですと。OK、レフト前ヒット。さあ城島さん、パワーヒッターのみか、まあまあしゃあないね。プルヒッターも出てほしかったんやけど、てかプルヒッターつけてからあれか、1回もまだ出てないんか、プルヒッター。いやちょっとプルヒッターのね検証動画なんで、プルヒッター出てほしいんやけど、これが城島さんの流し。いやーこれね、序盤で打ち上がっていけど、まあまあオッケーオッケー。いやプルヒッター出てなくてもね、あれ超えるからね、結構ね城島さんやっぱいいっすね。いやー次はプルヒッター出た状態で、ね、流しをしたいんですが、プルヒッター出てほしいね。オッケー、バックスクリーン、よいしょー、レフトスタンド、サンザホームラン、ナイス。これはボール球やったね、レフトフライか、しゃあない、ね。さあ、というわけでね、1回の裏4点取れたんで、まあ、2回の表でね、まあ、このまま勝ってたら、この試合はカットしてると思います。はい、というわけでね、プルヒつけてからの3試合目やっていきたいと思います。さっきの試合はね、結局あの後抑えて勝てました。よろしくお願いします。いや今回高校多いね、また多分ピッチングはカットしてると思います。はい、というわけでね、1回の表にね5点取られてきましたね。岩田さんがボコボコに打たれました。はい、さあというわけでね、まあ城島さんなんとかね流し、プルヒ出ての流しをねここでやりたいんですが、いけるかな。ちょっとねもうこれ6試合目、多分動画的にもねめちゃめちゃ長くなってると思うんで、まあこれでね出なければまだね多分ルームセの生放送とかやると思うんで、その時に見せれたらいいかなと思い、いやなんとかねプルヒ出てほしいんやけどね、次の試合で、じゃあ次の試合、じゃあ次の打席で。オッケー、パワーヒプルヒ出た、ナイス。まあ相手キレが出たね、ちょっと下がってるんですが、多分これね外角攻め振ると思うよね。いやでも長径か、しゃあないな。あースプリットね、オッケーオッケー。いや逆にねこれありがたいかもしらん、ちょっとね検証しやすいんやけど、俺が則本さんを打てるかどうか。やった、まあ、2球目は何で来るか、ライト方向を流しました、ワンバウンドヒットになりました、セカンドランナーホームイン。
はい、というわけで今回は城島さんね、初勝利ネタやっていきました。いかがだったでしょうか。いやー、まあなんとかね、プルヒなしの状態でね、流し1本と、まあプルヒありの状態で、まあちょっとね、ボール球やったんですが、流し1本はね、できたんですが、まあちょっとね、プルヒありの流しはね、またリベンジしたいなと思います。というわけでね、今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回の動画良かったよって思ってくれた方はぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやってますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。 Bye.